皆さんこんにちは。今回も前回に引き続き常緑山帽子の剪定についてお話しします。前回は株立ちの木でしたけれども、今回は単幹の木で枝先の剪定について説明したいと思います。比較的成長が早く強い枝が出て横に広がりたがる木なので、こまめに剪定しましょう。花芽は比較的つきやすい木なので、あまり花芽を意識せず、木の大きさと形を維持するように努めます。今回の対象となる木は、9年前に植えた木ですが、大きくなりすぎないように意識して管理していますけれども、それでも結構な大きさになってしまっています。特にこういう円筒形に収めておこうとするには、少し難しい木かもしれません。まず輪郭から出ている長く伸びた枝をつかみます。そのまま元の方をたどっていって、小さい枝があったらそこに切り戻します。輪郭に切り揃えるのではなく、強い枝を弱い枝に切り替えるということを意識しましょう。同じ小枝に切り戻すのでも、ここで切るのとここで切るのとでは違いますね。ここで切ってもそれほど小さくはなりません。より奥にある小枝に切り戻します。このような若くて強い枝は樹形を乱しますので、付け根で切り取ります。常緑山帽子や落葉の山帽子、あるいはもみじなどは耐性に枝が生じます。こういうような木の場合は真ん中の枝を抜くのではなく、脇の枝を切って互生化した方がすっきりします。この木に関してもっと言えば、一方の脇枝を残すだけくらいの剪定の方が木をおとなしくさせることができます。つまりこの小枝を残してここで切ります。ここでこのように切るのではなく、ここで切ります。
木の頭の方になると強い枝がたくさん出ています。木は上部に行くほど勢いが強いので、これらをうまく抑えることが必要です。頭の方に生えている若くて強い枝をこんな風に輪郭のところで適当に切ってはいけません。切り口からはこの隣の枝のような元気の良い芽がまた吹いてきてしまいます。この周辺には柔らかくて小さな枝がたくさんあるのですから、躊躇せず強い枝は元で、あるいはより小さな脇枝のところで切り戻します。小さな脇枝を残してここで切ります。切り口が輪郭の奥に収まるので切ったところが目立ちません。あたかも最初からそのように生えていたように見せる。わざとらしく人の手が加わった感じがしない。私の言うところの無意自然風剪定がこれです。次は今回の剪定の中で一番太い枝を切ります。木の芯を止めて、これ以上木が大きくならないようにします。この辺の枝が残って頭になるようにします。このぐらいの高さで頭を丸めます。
さっき切り落としたこの木の芯の部分です。このまま捨ててしまえばただのゴミですが、練習に使えば教材となります。これ以降はほとんど解説はいたしません。お時間のある方だけご覧ください。ご視聴ありがとうございました。
完了です。最後までご覧いただきありがとうございました。